でかくなりたくば、デッドリフトをやるか。大胸筋をでかくするトレーニング法、腕をでかくするトレーニング法、まあわかるよ。だけどそれはデッドリフトをやった後に言いなさいということで、今日もデッドリフトやっていこうと思います。前回のトレーニング動画見てくださった方はわかると思うんですけども、デッドリフトの調子が非常に良くてですね、で毎週ねデッドリフトの重量伸びていっているんで、今回もデッドリフトのね動画を撮っていこうと思うんですけど、今日の目標はですね300キロを6回引きたいです。ということで、これからまたジムに向かっていくんですけども、トレーニング中にですね、このいつもアミノ酸を飲んでいるんですけど、今回のアミノ酸の紹介もしていこうと思います。僕ね、毎回トレーニング中、アンビークのアミノ酸を飲んでいます。まずなんでアミノ酸を飲むのかと言いますと、筋肉の分解を抑制させます。トレーニング中って常に筋肉をぶっ壊して分解されていくんで、その分解をなるべく抑えようということで、まずアミノ酸飲みますね。で、あと、筋合成の促進です。トレーニングをしながら筋肉の合成を促進させたい、そういう時に EA を飲むといいです。あと疲労回復ですね。水を飲むよりかはやっぱり EA を飲んだ方が絶対にいいんで、そのトレーニング後の回復も EA を飲んでいた方が絶対早いです。でプロテインをね、まあ、トレーニング後に皆さん飲んでいるかと思うんですけど、トレーニング後にプロテインを飲んだら、その栄養って1時間後に体に入っていくんですね。だけどトレーニング中に EA を常に飲んでおけば、 EA のその吸収速度自体は15分で体内に入ってくるんですね。だから絶対にトレーニング後にプロテインを飲むだけよりかは、トレーニング中にEA を飲みながらやると、その方が絶対いいわけなんですよね。でしかも皆さん見てください、これアンビークさんの EA はですね、オールインワンなんです。一つでまとめていろんな大事な成分が取れちゃうんです。 HMB、グルタミン、クエン酸、クレアチン、ベータラニンと、一つで全部取りたいという方にはこのアンビークの EA めちゃくちゃおすすめです。で僕はですね、トレーニング中いつも2リッターのペットボトルの中に EA を入れて飲んでいるんですけど、2リッターに対して僕は大盛り3杯入れます。でアミノ酸の味も、これはマスカット味なんですけど、あとレモン味とエナジードリンク味、この3つがあるんで、どれもすごく飲みやすくて美味しいです。で僕のおすすめはですね、レモンとあとエナジードリンクですね。で皆さんね、ぜひ試してみてください。どれも美味しくって飲みすぎちゃいます。しかもアンビークの EA のすごいところって何かというと、 Amazon で一番売れている EAA ってこのアンビークさんの EA なんですよ。なんでぜひ皆さんこれ検索して買ってみてください。まあ、僕の概要欄にもこの情報載せておきますんで、ぜひ皆さん買ってみてください。マジでおすすめです。で皆さんお気づきになったかもしれませんが、ここに、はい、あるのはなんとアンビークのプロテインなんですよ。アンビークさんついにプロテイン出しちゃいました。でこれね、2つ味があって、チョコレートとバナナ味のこの2つなんですけど、僕はねまだバナナ味飲んだことないので、まあ皆さんちょっとぜひ試してみてほしいんですけど、このチョコレート味ねマジでうまかったです。味を例えるなら、スーパーカップっていうアイスクリームあるじゃないですか、あのアイスクリームを溶かして飲んでるような感覚ですね。めちゃくちゃ甘くてうまいです。アンビークさんのプロテインめちゃくちゃうまいんで、ぜひね皆さんも試してみてください。やっぱり食事も大事だけど、プロテインもあるんだったら絶対飲んだ方がいいです。でしかも皆さん見て、これまたアンビークさんは基本的にオールインワンなんですけど、ビタミンとミネラル全部入ってるんですよ。だからもうこれさえ飲んどけばいいんですよ。トレーニング後はこのアンビークのプロテインを飲んでおけばとりあえず安心ということで、皆さんもねこれをぜひ活用して日々の体作りだったりね、重量更新を目指してみてください。アミノ酸はアマゾンで一番売れちゃってるから、これもしかしたらプロテインもね一番になっちゃうかもしれないよね。とにかくみんなアンビークのね商品試してみてください。はい、よし、じゃあデッドリフト行ってきます。はい、皆さんこんにちは。デッドリフトやってますか？やってないよね。やるわけないもんね、こんな季節もく。
はい、ということでデッドリフト終わったんですけど、300キロをね6回引きたかったんですけど調子が悪かったっすね今日は。なんでちょっと重量落として240キロで20回行くまでやりました。まあ、動画では14回だったんですけど、あの後ベストポーズで刻みに刻みまくって21回までやりましたね。ということで次の種目なんですけど、ローイングですね。パーグリップだったりアクセサリーは使いません。素手です。素手にこだわってちょっとやっていこうと思います。なんかその方がね筋肉に入るような感じがするから、ちょっと最近は素手にこだわっています。はい、じゃあやっていきましょう。はい、次はですね、みんな大好きローイングやっていこうと思うんですけども、っていうかやっているんですけど、見てください。はい、僕の手、素手ですね。まあここは僕のね、動画の中でも言っていたかもわかんないんですけど、最近は背中のトレーニングを素手でやるようにしています。というのもですね、パワーグリップいちいち巻かなくても俺素手でトレーニングできるわっていうのをね気づいてしまったんですよ。はい、プラスその前腕の疲弊する感じだとか、手のひらがどんどんボロボロになっていく感じがね、なんか別に嫌いじゃない、そういう感覚が。でその背中のトレーニング終わった後にもう手がボロボロになって、なんかもううまく握れないとか、もうボロボロで皮膚がもうぐちゃぐちゃみたいな、あの感覚がね嫌いじゃないんだ。そう、まあもちろんね背中にも効くんですよ素手って。背中のトレーニングをやるときはそのパワーグリップだったりリストストラップは絶対に必要というふうにね、まあいろんな人が言っているんですけど、実はそうでもなくって、パワーグリップなくても、全然背中に入れることはできて、まあもちろんね昔なんてパワーグリップなんてなかったわけだし、で意外と使わない方が背中の筋肉を意識しやすかったりするっていうこともあるんですね。はい、まあこれは僕が言っているわけじゃないんですけども、まあ、他の人が言ってて、まあ実際に僕もそういう感じがするんですよ。なんで、まあ別にね、使わなくたってできるんだったらそれでやりに越したことないかなと思って、まあ、前腕も鍛えちまいっていうことで、素手で最近はやるようにしています。はい、ということでローイング終わったんですけど、次の種目がですねダンベルローイングですね。まあ、なるべく僕はね素手で最近やるようにしてるんですけど、ちょっと僕肘が痛くって握るとき力が入んないんで、ちょっとこれだけはパワーグリップ使いますね。でその後に腹筋ですね。まあ、僕今体重105キロあるんですけども、腹筋は必ず週に1回はアブローラーでとことん追い込むようにしてるんで、ぜひちょっと皆さんも参考にしてもらえばと思います。じゃあ頑張ります。はい、動画内での、僕の解説でもあった通りなんですけど、肘が痛くてね実は、なんで今パワーグリップ使っています。僕の今右腕の肘の付近がですね、なんか剥離してるとか、なんか言われて、まあ、実際痛いんですよね。でプレス系がちょっとできない、まあ、できなくもないんだけど力が入りづらい、最後まで押し込むことができないんですよ。こっからこれが痛くてね肘が。でその肘の怪我が原因なのか、ちょっとね重くなってくると肘が痛くなって握り込むことができないですね。なんで、50キロのダンベルワンハンドローはパワーグリップを使っています。だけどこれ先週はですね、50キロのダンベルローも、まあ、難なくやることができたんで、まあ本当はできるんですけど、ちょっと肘がね怪我が悪化しちゃってて早く治さなきゃいけないですね。はい、でダンベルローイングで意識していることはですね、本当に収縮させない、もう収縮度外視でとにかくストレッチさせると。で肘を思いっきり伸ばして背中も丸めて筋肉を引き伸ばす。でとにかく引くときは、自分の体の方で持ってくればいいみたいな、そんな感じ。とにかく収縮はさせない、ストレッチメインでどんどん筋肉を引き伸ばします。はい、でアブローラーやっていますけど、僕腹筋は週に1回は鍛えるようにしています。で、まあ、週1か多くて2ですね。でアブローラーはねマジでやった方がいいよ。アブローラーやった方がいいんだけど、腹筋を分厚くした方がいい、極論で、ね、僕今年大会、まあ、出たんですけどボディビルの大会ね、やっぱ、ね、思ったのはね腹筋が弱い人が多いんですよね。こうやってあんまね、まあ、デカデカと言っちゃうのもあれなんですけど、腹筋が薄い人が多い、絞れてるんだけど腹筋がペラペラみたいなね。だから、腹筋に迫力、なんか腹筋を強調するポーズになった途端いきなり
俺の方が絞れて見えちゃうような人が多かったみたいな感じ。まあ、とにかく腹筋はね、やろう。